けるだけで体幹アップ。体幹をアップして自分の能力を最大限引き出す覚醒プロテクトブレスレット、テラスパワーの登場です。テラスとはギリシャ語で怪物を意味します。テラスパワーは光と電波の中間領域の電磁波を発生し、1秒間に1兆回振動する特殊な鉱物を練り込んだブレスレット。テラスパワーが発する電磁波により人体の分子と共振作用が働き、細胞の新陳代謝の促進効果を期待でき、その結果血流、細胞の活性化が良くなり、健康の維持にもつながります。ご愛用者の方から、身につけることで体が軽くなった、疲れなくなった、腰痛肩こりが軽くなった、マラソンのタイムが速くなった、ゴルフのスコアが上がった、仕事の集中能力が上がったなど、多くのお喜びの声をいただいております。カラーはご覧の3色、サイズは5種類からお選びいただけます。はい、それでは18時30分になりました。トモティブのハッピーストライク始めていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。プロテクトブレスレットテラスパワーの株式会社アフォートさんの提供でお送りしております。さて本日のゲスト、なんとも今日はスタジオがもう年始から若いということで、ゲスト次世代ハードロックバンドネオブレイズの皆様をお呼びしております。よろしくお願いします。お願いします。まさしくネオブレイズのこの気づきにふさわしく分かるということで、はい、順番にご紹介させていただきましょう。まずじゃあこうサード順って言ってますけど、その紹介でいきましょうかね。じゃあボーカルの高城さん、はい、はい、そしてギターの涼子さん、はい、はい、でベースの圭太さん、はい、はい、ドラムの龍和さん、はい、はい、こちらの4名の方です。今日はもう本当にね、右からね、若い息吹を感じるのは、私はもう新年早々こんなに独特な番組みたいなものを思うみたいなね感じで、浜松で活動中のバンドさんで、次世代ハードロックバンド。次世代とは、はい、次世代とは結構ハードロック一般的に自分たちの同年代ぐらいだと割とあんまり一般的じゃなくて、むしろ80年代とかにすごいこう割とこう何ですかブームだったっていうところがあって、自分たちはまあネオブレイズのバンドのバンド名の意味に関わってきちゃうんですけど、ね、結構こんなのかそうですね、そのハードロックをもう一度こう燃え上がらせたくて、自分たちやっぱハードロック好きなんで、そうですね、こう新しくもあり、そういうハードロックの先輩方のいいところも引き継いだ新しいハードロックをやりたいと、次世代ハードロックバンドとさせていただいてます。はい、若いもんもなんか今のこの若い人の次世代ちゃんの方々と思って、今もう80年代のやっぱハードロックが盛り上がってたような印象があると思うんですけど、何を今聞きますか、今結構聞くハードロックなんですね。自分はでもやっぱりそういう年代 のバンドさんとかすごい好きで、特に影響を受けたのはラウドネスさんとかアイアンメイデンとかすごい影響を受けてますね。この皆さんどうですか、普段次世代ハードロックをやりつつ聞くハードロックというのは、いきなり突っ込んでくるな、この人みたいな好きなバンドとかあります？好きなバンド、自分は好きなバンドないですけど、もう本当に気分によってジャンルとかも全然変わってきちゃって、最近ではガルメリウスとかも全然アニソンとか聴いて、たまにもうガラリと書いてジャズ聴きたいなとかになる。全くどうですか、好きなバンドとかあったら、激しめのやつだったらライズとか聴いたりだとか、でも最近はヒップホップとかよく聴くんで、そっちも聴いたりだとか、あとは何だろう、でもまあそういう感じですね、最近よく聴くのは。ではラストを、はい、はい、なんかちっちゃい頃から結構キッスはよく聴いてたんですけど、最近は結構激しいスラッシュメタルとかアーチエネミーっていうバンドとか、あとは結構ちょっとアンダーグラウンドなハードコアとか、大阪のサンドっていうバンドとか、そうですね、
それハードパンとか結構激しめのやつを聞きますね。もうなんかね、やっぱでもなんだろう、今までゲストでいろいろ来ていただいてますけど、こうやっぱこう40、50代と違うねちゃったんで、なんかこういろんなのを聞いてる感がある。とりあえずあのアニソンって言った人は後で私と声話もちろん、もちろんすごい話できるようになってきたんで、ちょっとあと体育館があるみたいな感じになって、はい、まあ、このいろんな、ね、今 の, この現代にあふれる音楽のいろんなものをこう自分たちのエッセンスにして、こう音楽に詰め込んでいるような、で、まあ、世代のハードロックというのを作り上げているノブレイクさんですけども、ファーストシングルリリースしたばかりということで、はい、こちらに今日来てます、はい、これもしで動かしたら光っちゃうのかな、はい、こちらがリリースされたばかり、去年の、はい、12月30日にリリースさせていただきました、はい、猫初ライブをやられたばかりですよね、はい、はい、今日の BGM もこちらのアルバムから、シングルから流させていただいてますので、ね、あのぜひぜひ会場でゲットできる、はい、ゲットできます、はい、会場でゲットできるということで、ぜひぜひ耳を傾けながら番組の方を送りしますね、はい今回は4曲入りということで、はいはい、あの曲なんかもまさしくハードロックですけれども、あの曲とかはスタジオでみんなでコネコネする、そうですね、自分がまあ大枠を作ってきて、コンセプトとか大枠をもう作ってきた状態でみんなでこうアレンジしながら作り上げていくって形ですね。そんなわけで、あの曲もあれなんですけど、動画も一緒に届いてるのでちょっとね流します。はい、こちらですね、こちらライブの動画です。これいつ頃の、これは8月、去年の8月の20日ぐらいかですね、はい、あ、待って、窓枠さんで、あ、窓枠さんでやらせていただいたライブのところです、はい、すごい、もうなんかもうステージがね、もうエネルギーがすごくて、私も一度見に行ったんですけども、あのすごいね、かこう前から来るこの圧力というかね、というかね、そういうのをすごい感じられてるので、見てる方もこうぴょぴょ跳ねたくなるようなライブで楽しかったんですけれども、すごい、あの普段メインでやられてるライブとかも決まってますか？そうです、特にでも一番やっぱお世話になっているのは浜松ホースさんですね、はい、一番もう自分たち高校の時からちょっとお世話になっていて、窓枠さんでも自分と優雅は中学生の時からこう、お世話になってますね。みんなもめちゃくちゃ若い、もう若いってか、まだ若いんだけど、もっと若い時からやってる。そうですね。自分と優雅はもうずっと中学からやっていて、他のバンドでやっていただいてて、で、それでここはこう、こう、もう最近の感じにいっぱいになるんですけど。そうなんだ、もうじゃあ、もうこれが何十年と続いてると、もう、窮地の中になるわけだ。もう十分窮地だね。すごい。いや、すごいなぁ。あんまり若い時からこう、音楽やろうって思ったきっかけとかね。きっかけ。俺に。そうですね。自分は音楽、まあ父が音楽やってたっていうのもあるんですけど、小学校の時になんか音楽発表会みたいな、そういうやる場があって、そこでやっぱ自分最初ドラムやりたくて、そこで小さい学校だったんでやる機会があったんですけど、ドラムのその小さなオーディションに落ちてギターになって、でやってるうちに楽しくなってるって感じで中学から本格的にやりたいと思います。あとはドラム好きだったんですか？はい、一番最初はドラムやりたかったんです。確か皆さん結構昔からも音楽には楽であって感じですけど、なんかきっかけとか大きなきっかけとかありますか？友達がバンドやるってなって、お前ボーカルやるよって言われて分かった僕らです、ごめん、意外と普通だった。あの、リズム隊の方はどうですか？僕は、なんだろうな、お父さんが高校の時にバンド組んでて、なんかベースがずっと家にあって、お母さんもなんか小学生の時に PTA のバンドとかやってて、 PTA のバンド？そう、なんか組んでてやってたんで、 PTA でバンドって、そうすごくない？なんか PTA ってもっとなんかスメちゃん回って感じみたいなのが出てくるんだけど
系 の, そのみんなのお父さんお母さんを集めてバンドでなんか子供たちに見せるみたいなのがあって、で初めて触ったのが中学2年1年生とか2年生の時にそうベースが置いてあったんでベースを初めて触ったんで、その時弟もあのドラムやってて、でまあそこでセッションしたっていうのが始まりで、そこからどんどんやってるって感じです。浜松の学校すごいな。BTA どうなっちゃったすごいね、びっくりした今。浜松の学校福祉地域地域の方かな。あの浜松の中でも地域がピックアップされてて特殊地域で、どうですか。まあまあ、父親が今でもハマってバンドをやってるんですけど、ね、それのもあってなんかそのお母さんも昔ベースやってたっていうのもあって結構そのなんそのロック一家に生まれたっていうロック一家でしかも自分隊みたいなそうだよすごいでまあちっちゃい頃からもともとベースやってたんですけど、ベースやりながらなんかドラムも親に誘われて習って、で、京太に中学校の頃なんかドラムで誘われて、そこからこうドラムの方に上がってきたっていうか、そんな感じです。みんなね、なんか親御さんが結構バンドやってるのかな、ね、その影響は大きいですよ、ね、すごい確かに。うちの母ちゃんはダンスやってる。ダンスダンスな、なんかだからみんなこうなんか音楽好きそうな感じなんだ、もうもともと昔からなんか触れてるんだよ、すごい。いやでもなんかいいな、羨ましいっていうか、うちに全然そういう感じじゃなくて、そう、うちの父親が昔ね弾き語りをやってただかなんだか、なんかそういうアコースティックやってたとか言ってたけど、歌が壊滅的に下手だったとかしか聞いてないから、か音楽に触れるような感じじゃなかったのに、なんかニューミュージック世代だから、うちらの親子っていうのは。で、なんかすごいね、なんか昔からだってロックンロール流れてる家ってちょっといいな、憧れるなと思って、そうなんですけど。流れてますね。ね、すごいいいなとかって思っちゃいましたけど。はい。ライブのね、映像も一緒にお届けしました。今回そのシングルとかを作るにあたってなんか苦労したとか揉めたとかあります？揉めた、やり合ったみたいな。やり合った。でもやっぱ結構特にベースのテープとかも笑ってるよね。入ってもう本当にすぐだよね。もう本当にすぐに気に入ってたけど、カップは毎度時間が結構タイトだったんで、もう本当に結構メンバーの中でも特に大変だったと。揉めたというか、亮太がこれ言っていいか知らんけど、レコーディング直前でフレーズを変えるんですよ。いや変えるじゃなくて、それが一番ハッてやったらハッて思うんだよ。そう、めっちゃ前に言ったんですよ。そう、なんかそこを揉めたというか、まあ、そこはちょっとあったりとか。そう、はお前なんめっちゃこっちはさすげえレコーディングだから集中してるんだけどさ、それで言われるとさマジでみたいな。殴り合ってそうそうそう、殴り合ってるやつ。あの、りょうたくんはニコして、まあ、まあ変えてよみたいな感じで。そう、いや、まあ、まあ、そんな感じでやって合わせてって感じ。あそんな有無を言わさずね。そんな感じになると変えてる最終的な感じ。頑張るわ。最終的にはまとまるんだ、ちゃんと。まあまあまあ、まあ、力技で力技ですね。一番強い。そう、一番強い。一番強いリーダーですよね。まあ、リーダーですよね。リーダーにとっていや絶対服従。そうそう、そんな翼つけないと穏やかな感じ。穏やかに抑えつけるか。一番怖いな。怖い。やばいですね。普段曲作りとか、まあ、レコーディングだとちょっと前に言われたら多いってなるかもしれないですけど、普段曲作りって相当強いこととかないんですか？相当ってまた前向きな、なんか俺はこう、俺はこうとかはある。こっちの方が良くねとか。そう、全然それは。そう、だいぶ、そんなんばっかり。そんなんばっかり。集中。みんなこっちの方がよくねって方向がみんな違ってたらどうなるの？とりあえず一個一個やってみて、結局いいのみんな、あ、これがいいなってなんか、そうだね、なんだかんだね、
また次の練習の時聞くとまたちょっと印象違ったんで、あるあるそうですね、みんないろんなパターン、ちょっとこれまた微妙だねみたいな、あ、全然あるこれやったし、でも曲作りあるあると思う、なんかもうやってみて本当にこれしかないよって思ったけど次弾くと、そうそう、本当にそうなんですうちもありますよ、あの曲作ってってやって、なんだろう、じゃあ大体これでできたんだねって、次弾くと誰も覚えてないとかあるよね誰も覚えてない、もちろん基本ね覚えてないんで、結局やり直しやね、そうライブが決まないと覚えないんで、あの形になるまでが非常に長いですね、うん、俺はそうだよね、俺はもう大体そうなんですうちもちょっとあの地方気味な感じじゃなくて前向きに揉めたいとこではある地方気味、そう、もう完全に地方気味やばい、もう覚えてないってやばいなんか別にすごいじゃながらやってます、もう本当にどうしようかなって思います、でライブの方なんですけども、今後放送ですね、放送がの15日以降でライブ決まってるところとかありますか、1月28日に東京目黒鹿鳴館で、はい、ツアーでやらせていただきます、ブラインドマンさんとやらせていただきます、お東京はもう何かあって、いや、ネオブレイズとしては初めての東京、おー、じゃあもう本当東京方面で見ていただいてる方、ぜひぜひ会場に見ていただきたいですね、お願いします、そう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 、進出ということで、ツアーってことは何箇所か回る、ですね、今回は一応東名阪で、東名阪ツアーという形で、うん、はい、1月2月で回らせていただきます、おー、その中の一つが東京の、うん、メイド6年間、はい、ですね、じゃあそちらの方ぜひ行っていただきたいです、他は、まあ、トミハンツアーの後は、3月が2本、はい、地元浜松で、浜松ホースでやらせていただきます、早いな、もう先まで待ってますねでも、やっぱエネルギーあるし、なんかね、もう耳麗しい感じだしさ、うん、なんかさ、こう出て欲しくはなるよなって思ったから今日ここの画面に映ってるのを見て、やはり呼びたくなるわと思いましたので、ぜひぜひあの番組見てるあのイベント運営者の方もね、ぜひお誘いさせていただけたらいいなと思います、もう今後活躍必至ですよね、頑張ります、浜松だけに今回東京も行かれるんですけども、そこからなんかこう県外に出ようかなとかっていう予定ありますか、そうですね、やっとこう、まあ、このバンドとしてもファーストアルバムもファーストシングルも出してまとまってきて、いろいろなところでやらせていただきたいなと思っているので、ぜひ呼ばれたら行くみたいな、ぜひ呼ばれたらそう、呼ばれたら行く、ぜひお誘いに気合いになります、気合いで来たらうちのバンドということで、はい、まあ、いろんなところ、会場で見たいですね、新しいこうアウェーなところのネオブレイズとかも見てみたいかもしれない、そうですね、うん、ぜひいろんなところで、ね、活躍してほしいですね、頑張ります、まだまだ皆さん年齢も若い、もう見た目通り若い、もう若いしか出てこないんだけど羨ましすぎて若いしか出てこないんだけど、普段何をこうバンドの練習とかライブとかがないと言って何してるんですか、最近の人は、最近自分はもう割とギターばっかなんですけど、あ、何もなくてもギター弾けるのか、うん、そうですね、ギターばっかギターばっかですね、バンドギターで、高瀬さんは、うん、入れて、引っこもって、ポンポンしたり、うん、パソコンや iPhone なり見たり、見たり見たり見たり、体育館裏コースなんで死に朝まで付き合わないといけない割とインドアそう、インドアインドアだ、そこ出ない、そこ出ない、何や、何やってんだ、引きこもって引きこもってごめんごめん、そんなことない、そんなことない、引いてはいけない実態を出してしまったような気もするけど、まあいいか家の中の拾ってみる、まあまあ、これ何やってるか、まあなんかいろいろなんですけど、まあ服買ったりだとか買い物行ったりだとか、最近ちょっと絵描いてみたりとか、おー、絵描くんですね、普通に曲も作ったりだとかするし、たまに気まぐれで車でなんかすげえ遠いとこ能登半島とか行ったりとか淡路島とか行ったりとか急に遠く行くの、そう、なんかたまにちょっと現実から逃げたいときにそう、ヒュッて行ってもうちょっと適度な距離で逃げたらいいと思うんだけど、ちょっとでもそこにあのアコギ一本持ってくとなんかちょっとあったら、そう、なんかインスピレーションじゃないですけど、そんなかっこいい言葉は使わないですけど、なんか新しいこうなんか来るんで、たまにそう気分転換があってら
ってました、ね、でもなんか遠くにそうちょっとまあちょっといやいつもと違うことしようかなとかちょっと喧騒から逃れようと思って遠くに行くにしてもなんか一本差を持ってきたちょっと感覚が違う、ね、そうですね、なんか急にかっこよくなるね。なんか車の中でやったりとか、うん、あそこではやらない、あなんか外あの海とか行ってやったりとかしても楽しいですし、ね、急にかっこよくなるね。そうですね、そんな感じでやってます。どうですか、普段何してますか。まあ、うーん、まあ、どうも、まあ、ちょっと困るようなことしてる。まさか、そう言えないような。いや、言える、まあ、普通にドラムの練習とかもしてるんですけど、ねえ、あそうですね、あの、歌手さんの影響で僕も結構最近アニメやる。お前、それ言ったらいいかな。ダメです。そうしちゃってるじゃん。影響、まあ、先輩の影響強いんで。それは、いい影響だと。もう非常に、非常にいい。はい。アニメ見てます。ごめんな、ごめんな、ごめんな。アニメして、今、叩きます。叩くのに一瞬です。こんな影響が強いな、すごいな。何見てる？これは言っていいですか？一番影響を受けたアニメは？これ言っていいんですか？わかんねえ。出れますとかね。出れます。わかるわかる。これ言っていいのかどうかわかんないですけど、バンドのイメージが。でもさ、音楽系じゃん。まあそうです。なんでそう本当に。結構真面目だし、本当にそのなんかすごいポップっぽい曲の中になんかすごいメタルの曲とかがあって、あこれなんかすごいかっこいい曲だと思って好きになったっていう。いやなんかそうね、あの大丈夫だよ、私なんか全然関係ないからね。私オタクが先だから、私が影響を受けてるのはなんあのリビカルなのかとか覚えてないけど、あのお願いエッティちゃんとか全然関係ないから、それに比べたら全然音楽っぽくていいと思うんだよ私は。なので私の趣味だけを露呈してしまう。そんなことないよね本当に。すごいな。じゃあそこであの向こう側のバトルしたところで影響を受けたアニメは。俺も言わなきゃいけないですか。いや振るでしょ。ああ、ラブライブです。でも、え、でも音楽、まあまあ、まあ、だけど私の方がよっぽど恥ずかしいわ。あ、俺も恥ずかしい、あの、外野の俺も恥ずかしいって言ってた。影響受けたのはアヒルネイルールね。あ、まあ、面白いよね。結構でもね、音楽やってる人ってさ、アニメ好きな人多いんですよ、うん、私の周りは結構多くて、あ、あとあれだ、ガンダム。ガンダムね、そう、でも多分若い子ってのは世代じゃないから。でもガンプラとか作ってたよ、これ。作ってた、俺は作ってた、めっちゃある、家めっちゃある。タイプカメラだね、あとね。ちょっと詳しい話しようかな。そうなの、軽音とか世代じゃない。軽音とかはね、バンド界ではね、あの、若い子ってかバンドをやるきっかけになる。結構同時期ぐらいですよ、影響がないとは言えないですよ。島村がなんとか行くと軽音の影響でバンド始めましたので、ギター探してることがありましたので、やっぱ多かったですね。姉ちゃんと同じギター買うのがいいですよ。はい、買った色で、高いでしょ。そう、高いです。そうなんだよね、そうなんだよね、そうなんだよ。そんな、まあ、いろんな、でも本当に私たちの世代とはまた全然違うエッセンスをいろいろ取り込んでるようなイメージですね。でもなんかこう、素の面とライブをやってるところとすごいギャップがあって、このギャップにやられる方は意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、ギャップってあった方がいいと思うんだけど、どうかな。なんか、すごい、あ、ここで喋ってるこの人っていうライブやるとこんなかっけえじゃんみたいな感じになるような気がするんだけど。高橋は結構そういったり、もう、そういうバシって変わる感じで。スイッチがもう、しっかりしてるんだ。そうですね。なんかステージ本当違う。なんか、別人っちゃうんだけど。でも本当にスイッチ変わる感じで。メンバーに別人って言われる方が変わりぶりっていうのめっちゃかっこいいですね。本人自覚は全くないです。本人自覚なしということで。いや、でも本当にもね、ライブの感じと全然違うな。なんか、こう、等身大の、こう、若い人っていうのがすごい、そうしてたけど、ライブ見るとね、すごい、こう、クールで、本当にもハードロック。
受け継いながらっていう感じのね、あの演奏だったんで、もうぜひぜひこのギャップを堪能して聴いてください。個人的には思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あっという間にもう残りも5分使っていました。こういうの初めてですよね。こうなんかそういうの初めて、ね、こういうちょっとカメラの前で喋っちゃうみたいな。初めて、初めて。ないです。あの初めは皆さん緊張した面持ちで入ってくるんですけど、終わるとそうでもないみたいな。ゆるいスタジオなので、はい。あの今回からあのエンディングテーマが変わりました。2年3ヶ月間はソウルトライブさんのインバイテッドでお送りしておりましたが、今回からはザ・ニングラーズさんの、ロックンロールルーザーに変わりましたので、こちらぜひ、仙台のバンドさんです、かっこいいバンドさんのエンディング曲をお借りしましたので、こちらもぜひお問い合わせください。そして忘れちゃいけないネオブレイズさんのこちらの、こちら会場のみ、こちらそうですね、まあこれからいろいろ予定しているので、はい、随時ツイッターなどでいろいろ告知させていただきます。おー、そうそう、メディア情報というか、はい、ツイッター、うん、そうですね、メインはツイッター、インスタで、うん、はい、一応フェイスブックページもあるので、はい、更新しています。はい、検索を私勝手に家でチャレンジしてたんですけどネオブレイズバンドでやるとこうインスタのやつとか、うん、ツイッターが出てくるんで、まずそこから飛んでもらうと、うん、ライブの写真とかかっこいいのがすごい載ってたんで、あ、なんか新年の挨拶とか載ってたのを見たんで、あのそんなちょっとね、あの検索をかけていただいて、あのオフィシャルのアカウントがあるんですね、はい、はい、オフィシャルアカウント、ホームページとかじゃなくてツイッターとインスタですかね。そうですね、はい、そちらの方で、CD のお問い合わせ等もそちらで大丈夫です、はい、はい、ということなので、ライブ情報、CD のお問い合わせ、ぜひあのアカウントね、公式アカウントをチェックしてフォローして、あの見に行っていただければと思います。お願いします。はい、もうまさにリリースしたてのね、ファーストシングルですから、もう今もゲットし時なんでね、はい、行ってください。そしてですね、ライブの告知も先ほどしていただきましたけど、もう一度日付と場所をぜひお願いします。1月28日、目黒鹿鳴館、東京目黒鹿鳴館でやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。東京ですよ、東京。その後浜松でありますからね。あの東京見直しても浜松行けますけど、ぜひいろんなところで、いろんなところで見ていただけると一番いいと思います。またあの子も浜松のイベントとかにはよく参加されますよね。はい、あのいろいろ探したらどっかのあのアカウントさんで、あの最近いっぱいライブ出てるみたいなのもあったんで、あのいろんなところでライブをやっているバンドさんみたいな紹介しているところもありましたので、あのまさに2018年も目が離せないということで、はい、はい、お願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回は江戸島でね、ちょっと遠路はるばるですけど、浜松市の方からもちょっと遠いですけど、いつ普段来ないのに、でもこの前だと、あの車の旅行で来ましたよ。ねえの車の旅行で竿持って持って持って竿持って海出て釣りじゃなくても釣りじゃそうです、弦のついてるもん、弦のついてるもん、弦のついてるもん持ってプラッと来ました。あ、本当ですか。あの焼津の、あ、どこなんだろう、ちょっと本当に海沿いをずっと行って、あの焼津沼津、沼津まで行ったの、めっちゃ遠くまで行った、めっちゃ行った、ずいぶん行ったな結構行って、ほとんどだって往復したらもうだって静岡端から端まで終わるくらい、多分本当にそんくらい行ってそう、プラッと来ました。行動力がすごい、行動力すごいすごいね、すごいわ。でもやっぱ、いや、弦持ってるとたまになる私も今度そうしようかと思って、やっぱ持ってると様になるんだっていうのが今日、あ、そうか、そうだったら放浪の旅に見えない、そうですね、あ、いいわ。いや、やりですね、あの意外といいところあるんで、ぜひまたあの、はい、まあここにもぜひ遊びに来ていただければ嬉しいですので、でね、はい、ぜひまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、それではあっという間に30分です、はい、はい、今日も浜松市から来ていただきましたゲストは次世代ハードロックバンドネオブレイズの皆様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 CD ゲットしてください。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。28分35秒です。めっちゃ緊張した。緊張しました？そんなに。